にちは。はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム4県人の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームお昼やっていきますよ。今日はとりあえず1時ぐらいまで配信して、また夜配信する予定なので、今日は朝すごいねぼーっとしてたので、ちょっとね今頭がそんなに回ってない状態そうなの、ほんとぼーっとしてた。そういえば今日も朝ドボンやりました。今日はちょっと最近ね、あんまり時間指定ができなくてね。そうある程度時間余裕があったらね時間指定するんだけどね、早めに朝ごはんを済ませたいって なったらね、結構時間指定せずにもうバババババってやって終わるからさ。そう今日も一回ドボンができた。ドボンに成功したよ。一押しガチャって26日ぐらいからですよね、いつも。もう私はそう、一押しガチャに命をかけてるって言ったらめっちゃ言い過ぎなんだけど、私一押しガチャを狙ってる。大体まあなんか30連ぐらいピックアップガチャとかはするんだけど、そう大体もう一押しガチャに全てをかけてる。で毎日1回はドボン成功する。それが普通のことなのかどうなのかは私にはちょっと分かんないんだけど、確かに勝率ってどのぐらいなんだろうか、そういうのって分かったりするんですかね。そうもう朝ほんとぼーっとしすぎてさ、すごいなんか眠いんですかみたいな感じのテンションで話しちゃってるんですけど、そうちょっとね頭はまだ起きてないみたいです。あるんだ、後で見てみよう。さあこのお昼ののんびりした時間、そういえば皆さんは今日のお昼ご飯は何食べるんですか？私鮭食べる。
あ、そうめん食べました。いいね、そうめん素敵。麻婆豆腐いいな。麻婆豆腐ってさ、美味しいですよね。ちょっと辛いけど。それ以外の方はお昼まだだったりするのかしら。どうなんだろう。中にはね、たまに今日食べてないっていう方もいらっしゃいますけど、じゃがいもシンプル、じゃがいもそのまま食べるって感じなのかな。でもなんかじゃがいもってさ、なんだろう、茹でたじゃがいもそのまま食べるのっていいよね。こんにちは。やっぱね、お昼配信の時は大体お昼何食べるか聞いちゃうね。そうそう、私じゃがいもはさ、インカの目覚めすごい好きで、多分好きな方多いと思うんですけど、あのなんだっけ、北海道店でインカの目覚めのコロッケ売ってて、食べたらめっちゃ美味しくて、そう、それからインカの目覚め大好きになった。急な顔。北海道展っていいよね。あの伊予鉄高島屋でさ、北海道展やってるから、私はもうあの家族が買いに行ってくれるんだけど、だいたいそういう時は半身揚げと、あと仙山鬼、あれ待って、仙山鬼は愛媛だっけ、あれ残鬼忘れちゃったまあいいや。そうそう、唐揚げみたいなものなんですけど、とか、あとじゃが豚っていう、なんか中身にちょっと種が入って、あの餃子みたいな種が入ってる、ちょっとお餅みたいなものなんですけど、じゃが豚、そういうのですね、大体。あとロイズのねポテトチップスも買ってるけど、私はあんま食べないからね。そう、あとはチョコレートとかかな。大体北海道展だとそんな感じ。あ、でもそのインカの目覚めの頃っていうのもね、買ってくれる。でも私は結構食べ物もそうなんだけど、割と雑貨が好きだから、そのなんか結構雑貨の方見てました、北海道展は。そうそう、すごい綺麗な聖歌隊の雑貨とかって、あれガラスかな多分。そうそうそう、いやガラスじゃないかな、でもガラスだと思うんだけど、ね、買ってもらってた。
こんにちは。ああ、小樽かもしんないね。小樽行ってみたいんですよ、本当に。まあ、北海道にはチームエイトのお仕事で2回行ったこと、あとそのお仕事で行かせていただいたことあるんですけど、ああ、熊の木彫りも買った、買った、そうそう、雑貨買いました。そう、小樽は私行ってみたいなって思うんですよ。そうそう、チームエイトは旭川ツアーと、あともう一個イベントで行きました。あれ確かあれだよね、車サークルのイベントで、カーレースみたいなのちょっとしたもん。カーレースだっけあれ。そう、私がブレーキとアクセル踏み間違えたやつね。もうそれで絶対私車無理だって思ったやつです。そう、そう、なんか一人ずつ、まあなんかルートみたいなの決まってるので、そう一人ずつ乗って、タイムを測るっていうのがあったんですけど、私ラストスパートのとこでブレーキじゃなくてアクセル踏んでめっちゃ加速して、なんか、やっぱラストスパートなんでスピード上げたんですかみたいなふうに言われたけど、本当にもうブレーキとアクセル踏み間違えただけで、もう私内心バックバックで、やっべ、もう私もやっぱ車乗れないかもって、もうね、ま、そう思ってました。そう、内心ガクガクだった、本当に。そうそう、あ、そのイベント行ってた。本当？あれっていつだったっけ？結構前だよね。あ、私高1か中3ぐらいの時かな。あんま覚えてないんだけどさ。高1かな？結構前ですよね。懐かしいな、車サークルね。あれもなかなか、でもそう楽しかったです、あれも。そう、そういうちょっと 結構ビビった体験、結構内心ビビってましたけど、なんだかんだで楽しかったなと思います、すごく。
こんにちは。またね、なんか地方でのイベントってあったらいいなって思うんですけど、まあなかなかね、やっぱこの時期は難しいなって思うことがあります。そうそう、まあでもそんな中でもね、定期的に地元でお仕事させていただいてる、まあ、言い方ちょっと変だけど、そうそうそうなって思って、それはすごい幸せを感じております。私は、うん、こんにちは。ね、やっぱそう、地方行ったらさ、絶対そこの県の美味しいものとか絶対何かしら食べることができたから、そう、それも楽しみの一つだったしね。この県行ったことないからすごい楽しみみたいな、そういうワクワクもありましたね。そうそう、ついついなんかね、なんかこうやってやっちゃう、なんかムニューみたいなやっちゃう。いやー、癖ですね。もうダメだ。2016年の9月、じゃあもうほぼ6年前。ヒュー、そっか、6年。まあでもそうだよな、だって8周年経ってもう9年目なんだもん。びっくりだよ。そうそう、そういえばなんだっけか、なんだ、私が22歳の誕生日を迎えるまであと100日になったみたいです。そう、ファンの方が教えてくださったんですけど、9日か、11月29日私の誕生日なんですけど、いい肉の日でもあり、いい服の日でもある。そう、あと100日か。でもとっくの昔に、あと、あれ？そうだよね。とっくの昔にあと半年を終えていた。そうですよ。ねえ、また一つ、まだちょっと気は早すぎますけど、また一つ年を重ねるのかと。重ねるってちょっとちゃんと言えてなかった。またね、一つ年を、同じこと言おうとして、同じこと言おうとしちゃったよ。その時には私はね、どういう風になってるんでしょうかね。まあそんなに、なんだ、星、なんだ、なんだ、そんなにね、3ヶ月ぐらいであんま人が変わるとも思えないんです。あんま人が変わるってこともないと思うんですけど、そう、
誕生日企画何も考えてないや正直正直に言った。まあその日私が何をしてるかにもよりますね。それはそう、もうそれはそうだ、そりゃそうだ。ちなみに今年の11月29日って何曜日？火曜日ぐらいかしら。ビンゴ火曜日や。今年は火曜日か。ねえ、もうこの日は私ね、ジョン・マイ・ラブの可能性もあるから勝手に言って申し訳ないんですけど、そうそうそう。まあね、そう、何かしらどうなんだろうね、誕生日企画の配信。そう、私でも毎年ね、誕生日ケーキが出てくるなんてことないんで、あの配信で。そうそうなんです、誕生日ケーキが出てくるってことはないからさ。うん、そうなんですよ。だいたい毎年紙でケーキ書いたりとかしてたんですけど、配信では。そうそうそう。去年何したっけ？去年なんかお昼配信して夜も配信した気がするんだけど、やっべ、何も覚えてない。去年何したっけ？去年配信で何したっけ？やべえ、本当に何やったか覚えてない。何やったっけ、去年。去年の誕生日。お昼配信して夜配信したことしか覚えてない。なんだっけ、本当に覚えてない。どうしよう。え？何したっけ？もうそんな覚えてないか。私だって7月の時にこの1ヶ月何やってたっつって思い出せないぐらいだから。そりゃ去年のことなんて覚えてないよな。去年の晩ご飯何だったかは思い出した。あれ？違う。あれ？それはいつだっけ？あれ？違う、それは前日だ。そうだ。去年は月曜日が誕生日だったんですよ。だから前日の日曜日になんかお祝いしようってなって、お昼スシロー行って夜はステーキだっためっちゃ食べてる。そう、でちなみにその日はあのジョン・マイ・ラブ見に行きました。そう、ミュージカル見に行って、ちょうどさやちゃんが出番の時だったはず。あ、そう、動画をいただきました。それね、もうたまになんか定期的に見ちゃう。そうそう、定期的に見ちゃいますね。そう、あのジョン・マイ・ラブのキャストさんから、あの今出演させていただいてるミュージカルがあるんですけど、のキャストさんからあの動画いただいて、
るんちゃんお誕生日おめでとうっていうね、感動でしたね本当に。それはめっちゃ覚えてる。まだねあのスマホのあの写真フォルダに動画残してて、一応あのパソコンにも保存したけど、いつでも見られるように動画残し、スマホに残したままにして、定期的に見て、カエさんの声しか聞こえないなってなってる。カエさん声でかみたいな声でかいというか、すごいもうよく聞こえる、よく通るから、もうカエさんが何言ってるかだけは分かるっていう。そう、っていう動画がね、動画をいただきました。そうそう、そう、一気にあのそのジョン・マイ・ラブってロングランなんですよ。でまあ大体1年間なんですけど、今は来年の3月まで上演されてることが決まってるんですけど、そうあのまあその時まだ1期だった、なんか1期2期3期って分かれてて、結構キャストさんも変わるんですけど、私2期からの出演だったんですけど、まあちょっと稽古立ち上げの1期の稽古のも行かせていただいたので、まあ1期のキャストさんとも面識はあったんですけど、動画を送ってくださって、そうまあこの話は多分1回したと思うんだけど、そうなんかもう急にみんな一斉に喋り始めるから、もう誰が何言ってんのか本当に分かんないんです。ただその中でもあの五十嵐海さんっていうキャストさんがいらっしゃるんですけど、その方が何言ってるかだけはめっちゃ聞こえるっていう、もうみんなうわーって一斉に言ってるから、本当にもう何言ってるか全然聞こえないんだけど、海さんは声が大きいから聞こえたのかな、あれは。やっぱそう、もうカエさんだけは何言ってるか聞こえた、逆にカエさんしか何言ってるか分かんなかったってまああったんですけど、ほんとみんなしてうわーって言うから、うおー何も聞こえねーみたいななんて言ってるか分かんないみたいな、そういう感じで、そうなんかみんなあの劇場の座席に座ってて、まあ、あのちょっとバラバラに座ってるんですけど、まあ、そっから急に一斉に喋り始めて、もうそれぞれが全然違うこと、もうめっちゃ喋ってて、そんな中でもカエさんのルンバお誕生日おめでとうみたいな声だけめっちゃ聞こえるっていうもうそれがめっちゃ面白かったんですけど、そうそうそう、とか翔太さんも絶対何か言ってるのは分かるんだけど、なんて言ってるのか ところどころ聞こえないんだよなみたいな感じだったりとか、そうこの人絶対何か言ってるけど本当なんも全然分かんない、口元見ても分かんないなみたいな、そう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 、っていう動画を結構定期的に見て、なんか元気もらってます私は。そう、みんなあったかい。なんかでもお誕生日をさ実際にお祝いするっていいですよね。そのまあレッスンとかお仕事とかいろいろありますけど、そう私はそうだな、まあレッスンでその日ちょうどメンバー誕生日でなんかケーキ持ってサプライズでお祝いとかあるんですよ。で私も過去に1回だけあって、まだ結成1年目の時にね、そうまあなんかよく泊まってる、まあ、宿みたいなとこがあったんですけど、まあそこで一旦荷物を下ろしてみんな集合みたいになった時に、連絡事項と、なんか連絡事項、明日の集合何時ですみたいな連絡事項の時に、そうハッピーバースデー祝ってくれて、結構印象に残ったけど、まあ、私1回だけだったんですよ。あんまりその誕生日にお仕事があるってこともなくって、それとかみんなが集まるってことがなかったからさ、
そうあれだったんですけど、とか結構そのジョン・マイ・ラブのお稽古中のあのお稽古中に誕生日迎えた方とかもいらっしゃって、例えば一期だったら浜ちゃんが二十歳になったから、そうなんか劇中の曲の練習と言って本当は浜ちゃんの誕生日祝いますみたいなサプライズでだったりとか、二期だったらあの滝迫の勇気さんがあの誕生日迎えたから、あのなんだまあここのシーンの芝居やりますみたいな、それでサプライズでハッピーバースデー祝ったりとか、そうあの小熊の凛さんと葉月さんもちょうど誕生日が近くて、でその時はもうあの舞台での稽古も始まってたんですけど、その時は確か急に音楽流れてみんなでハッピーバースデー歌って誕生日プレゼント渡すみたいな、なんかあパキッてた大丈夫音だけだから、そうそうなんかそういうなんかサプライズでお祝いするって素敵だし、なんか一個一個がなんか面白いというか、特に稽古中のサプライズはなんか素敵だなって思いましたね。そうそういえばそれで思い出したんだけど、私去年の誕生日ツイートした時に小さい子の写真2枚ぐらい載せて、まあ、最近撮った写真も1枚載せたんですけど、その時に2枚目にあの外で地べたに寝っ転がって泣いてる写真載せたんですよ。でもそしたらあのあんまり誰も反応してなくて、それ見てお姉ちゃんがなんか2枚目の写真反応してる人あんまいなくないみたいな、ちょっと残念そうにしてましたね。そうそう、なんか2枚目に反応してる人少ないみたいな話した。もちろんちゃんと反応してくださってる方もいらっしゃったんですけど、そうどんな写真だろうって思った方はぜひ調べてみてください。あのツイッターを多分遡っていただければわかるはず。でもそういえばなんか今日なんだあのエイトとか AKB の方じゃない、全然違う多分アイドルさんなんだと思うんですけど、その方からその誕生日のいいねをいただいてびっくりしました。私なんでだ何つながりってなっちゃったんですけど、そうなんだこれはって思っちゃったんですけど、そう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 、これね何のシーンなんだろうね。まあでもこういうの日常茶飯事だったんでまあいいんですよ。でもこれ1枚目の写真ね、結構いい感じのツインテールだと思うのよ。まあ小さい頃はよくねツインテールはしてましたね。そう、大体でも私の写真ってなんか泣いてる写真多い気がするんだよ、わかんないけどさ。そうね、ほんとたまにこれって何つながりでいいねしてくださったのかみたいなのがあるんですけど、
そう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 。あとね、今日ツイート載せたけど、昨日さ出た供給過多の韓流丼使い始めたんですけど、もうそしたらもうほんと頭だけ見たら私韓流丼好きな人なんかなって、あれって思いながら、そうマジで韓流丼のグッズがどんどん増えていく。そう、でもなんか奈々さん韓流丼好きなんですか？とそれだったらちょっと一個あげようかなって思うんですよ。そう、やっぱ2つ持ってるとなかなか使わないから。そうそう、奈々さん昨日会ったところだったんだよな。そう、奈々さんに直接あのミュージカルのマギに出演されていたんですけど、あのまあ 2.5 次元なんですよ。で私原作大好きで、まあ、アニメから入ったんだっけ、アニメと漫画どっちからっていうのね、あんま覚えてないんでね、同時期ぐらいだったんだけど、めっちゃ本当に好きな作品で、でそれに奈々さんが出演されてて2回見に行ったんですけど、なんか直接お疲れ様でしたって言えてないな、そういえばって思って、奈々さんお疲れ様でしたっつって、そうで昨日会ったばっかりだったなって思って、お話し会でね。そう、韓流丼好きなんですか、奈々さん。奈々さんってちゃんと言えてない気がした今。口が回っていないね、奈々さん。奈々さん。そう、韓流丼好きな人周りにいないかなってちょっと探してるの。そう、ちょっとさすがにね、そうそうそう、めっちゃあるから、もしなんか好きな方いらっしゃったら。あ、そう、なんか昨日ちょうどねお姉ちゃんが一個買ってくれたみたいで、そう、なんか結果教えてくれ、私に買ってくれたみたいで、結果教えるわみたいな感じで教えてくれたんだけど、全く同じ韓流丼になったの。そう、だからダブっちゃったんですよそう、全く同じ韓流丼。やっぱそう、私韓流丼を引き寄せてしまうんでしょうね。そう、だからダブっちゃったから一個誰か韓流丼好きな方にあげたいってなって、そうそう。そっか、じゃあちょっと奈々さんにもしお会いできる時あったらあげたいな。もしなんか韓流丼、このメンバー韓流丼好きだよっていう方、違うの知ってる方いらっしゃったら、でまあ奈々さんにあげようかな。そう、ほんとね、前髪ピン同じ絵柄で同じ方向でダブってしまうとね、ちょっとおーイエーイってなっちゃうからそうそうそう。でも次会えるの多分お話し会だよね、9月。奈々さん9月お話し会あるかな。じゃあまたもし機会があったら、よかったらどうぞってできたらいいな。はい、ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。夜も40分ぐらいなんですけど配信するので、ぜひ見に来ていただけたらと思います。じゃあランキング読むよっと。13位から13位、ツナさん。12位、ヒデオさん。11位、ルンバニアアキラ方言営業中さん。10位、ルイちゃん。9位、キャパさん。8位、オクタゴンさん。7位、シシマンさん。6位、ロミツさん。5位、ハヤちゃんさん。4位、マモさん。3位、トシ君さん。
2位夏目さん、1位がカラスのかあこさんでした。はい、ということで、じゃあお昼の部ありがとうルンバニア。それじゃあまた夜に会おうぜルンバニア。じゃあまたね、夜に会いましょう。夜はちょっとね頭が起きてるといいなって思います。またね、また後でー。